紙面は、はい、大丈夫かな、最初はスナミちゃんの超能力研究室、はい、異星人には竜神族と牛神族がいる、はいはい、真城さんがね竜にこだわってるでしょ、はい、はい、そうです、連れてますよ今日もね、はい、ここに竜がいるそうなんですよ、三上さん、はい、真城さんはいつも竜の化身だと、はい、だから辰年生まれとかそういうのとかあ、でも辰年生まれです、それ言うとなんか年バレちゃうからね一応ね、その須波さんのこの今回の連載で神の中に竜の神と牛の神がいるんじゃないかってこと言われてるんですけど、まず竜の方からちょっと三上さんちょっとご紹介いただけますか。まあ世界中ね竜神ってのは結構ありますけども、はい、まあとかく西洋というかキリスト教圏では悪魔の化身と、はい、サタンの化身と、はい、まあ竜イコール蛇みたいなイメージで、はい、まあ言ってみればその神というか、うん、悪魔的な神の位置づけですね、はい、神に対する意味での竜神ということ、はい、ところが東洋に来ると竜神というと結構ね、まあいい神様みたいな扱いになってきて、ね、はい、まあ日本の神社とかね、はい、まあ、仏閣にもそのようなこうねモチーフがあってという、うん、まあそういう東洋の文化の違いがあるんですけども、はい、まあ大きく、まあ実際は細かくね日本でも悪い竜とかね、はい、あるんですけれども、まあ基本的に神様、神として位置づけられているという、うん、まあキリスト教圏以外ではまあ普通にね、はい、まあ、南米の方でもケツアルコアトルという竜神がいてとか、なるほど、インドでももうナーガとかいてみたいな、はい、それはまあある種普遍的なところはあるんですね、うん、で、まあちょっと行きましょう、何かこだわりあります？真城さん、竜、背負ってる竜としてはなんで竜に興味持ったんですか？いや、なんかいろんな見える人見える人に竜ついてる、竜ついてる、それは入れ墨入れ竜背負ってるって、いやいやいや、クリカラモンモンですねそういう意味じゃなくてでもなんか前世で白竜神社の住職してた時に祀っていた白竜さんがついてるらしいです。確かに私一回タトゥーを入れようとして、はい、白竜をやっぱし竜を入れようとしました。へー、やっぱりペロン、へー、うーん、でも聞く前から竜っていうのは、三上さん、これ生物的にいたもんなんですか？この間どこだったかな、アジアの東南アジアで竜をね射殺したっつって5メートルぐらいのありましたね、俺フェイスブックに載せたんですけどね、あれいるんですか？あれはでもあれはネバーエンディングストーリーのそう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 、そうあれ実在するんですかね、一応警察が取り調べたって言ってね、まあ竜はいろいろありますからね、はい、まあ、一言で竜って言ってもね、はい、その例えば恐竜の化石を見て竜というのを想像したという説もあれば、うん、精霊でいうところの竜、まあ、霊能者の方なんかに言わせれば、うん、本当にこう文字通りあの姿の竜がこうねこう背後に見えると、うん、友人が見えるという話もあるし、うん、またまあ一説によると、まあ、今回の記事もそうですけども、うん、まあ、ある種のエイリアンのね、うん、姿を竜と表現したんだとかね、なるほど、まあ、そういうのはいろいろありますよ、ね、東大のね教授でね、知り合いの教授でね、はい、竜を研究してる人いるんですよ。へー、でね、国から予算が全く降りなくてね、降りないんだ降りない、東大博物館所属なんですけど、その人にね聞いたらね、ワニだって言ってました。ワニ、中国の文献を思いっきり調べたらしいんですよ、はい、中国語をもちろん勉強してね、したらワニって言ってた。でもちょっと、はい、駅の見解を言っていいですか、はい、人間と竜神の魂の祖先っていうものを本世紀で調べたら、竜が肉食の恐竜で人間が草食の恐竜だったっていう。肉食ね、そうやって出てましたね。獣脚類と竜脚類ですね、まあ、ティラノサウルスとね、トリケラトプスって、人間はトリケラトプスだったんだみたいな魂の、起源がっていうことですね。なるほどね、っていう風に出てます。確かに綺麗にね、あの辺の恐竜分類するんですけど、じゃあちょっとね、次牛の方の神様、ちょっとこれはなんか日本もね結構あれでしょうけど、三川さん、これ牛と神様ってどういうあれなんですかね。牛っていうの結構古いんですよね、本当に石器時代の壁画が、まあ、大体描かれるのはバッファローとかで牛なんです、はい、でも、まあ、当然ながらその家畜としてね、飼われて、まあ、肉でもそうだし牛乳もそうだけれども、はい、まあ、非常に人間にこう非常にこう身近な動物であるのと、はい、やっぱこれ角がある、はい、ね、この角がやっぱり特徴的な形で、やっぱりこう牛人ですね、
牛人に対して牛人。なんで牛が神様になっちゃったんですか。まあやっぱりこの角とですね、はい、まあ、この食料のものあるんですけれども、はい、大体まあ、この上のコーナーがこれ牛を殺すっていうね、はい、聖なる牛を殺すことの儀式っていうのは結構あるんですよね。大体あれですもんね、漢字でもそうですよね、犠牲っていう字は両方とも牛編ですよね。まあそうですね、 牛、うん、牛だったり羊だったりするんですよ、はい、でまあこの時代がまあ牡牛座の時代だとかね、いろいろなあるんですよ。そっちですか。プラトンイヤーって言ってね、2000年ごとにこう変わってくる、うん、あ確かにね、その時代のことを背景があるんじゃないかという説もあるという。なるほど。日本に関して言うと三上さんなんかね、よくまあ、飛鳥さんと書かれてるので言うと、今の漢字は聖書であるっていうねことよく言われてますけど、だから漢字に今犠牲っていうのに牛があるってことは、きっと神道もしくはユダヤ教なりなんかに関係あるんですかね、その生贄とかに。まあ、生贄って古代の日本ではあったんですよ、はい、今の神道では血を汚れたものとして位置するんで、はいはい、もうほとんどないんですけども、はい、古代においては奈良時代あたりまでですね、結構やってたんです。牛殺し合うみたいな、はい、それを犠牲にしてお祭りするみたいな、はい、ただ家畜の牛をね殺しちゃうとね、うんうん、大事なね家畜が減っちゃうんで朝廷からね、はい、それはいかんというお触れがこう何度も出る。でもやってたんですね、はい、日本でも。だからそれが結構日本の特に西日本のですね、牛祭りみたいな形で残っているという、はい、うん、あれ元を正すと大体殺牛儀式の、うん、なってきます。結構トライ系 の、 色彩が強いんですけどもね。ねえ、やっぱりこういう神様もね、辿っていくとね、深いところに、うん、まあそうですね、大体こういわゆるトーテムみたいな考え方で、はい、まあ竜神は蛇でね、竜打族みたいな、はい、とこの牛、はい、っていうのは大体大きく分かれる。で、うん、この牛の神様とその竜神って仲悪いんですね、うん、だからまあ、旧約聖書の神ヤハウェもある種その牛の神の性格っていうのはやっぱりどっかあるんですね。ああそうですか。で、まあ、対立する竜神がサタン、うん、悪魔っていう位置づけにこうなるのも、うん、元を正すとそういうふうなトーテムのこの違いじゃないかみたいな。なるほど。三上さんがねよく日中同祖論で書かれてて、いわゆる日本の神社と向こうの、神殿がになる前の幕屋っていうんですか、全く同じ構造なんですね。入って、まあそうですね、手水、まあ、手を洗って、で拝殿があって本殿があるみたいな、全く同じ構造なんね、うんうん、すごい。でところが一点だけ違うのは、入り口入ってたところ、いわゆる、入ってすぐ向こうの何ていうんですか、あれ牛をこうそれこそこう何ていうんですか、生贄にする場所がドーンとあるんですよ。まあ反祭、反祭っていうんですけどね、はい、その生贄 の、 その動物をこう、うん、まあ灰になるまでこう焼くという、そうですね、もう神様に捧げるっていう、うん、その生贄の場所があるんですけども、うん、まあその神道ではね、その神社ではそういうのがないとは言うんだけれども、うん、はい、いわゆるその犠牲、うん、いわゆるこのなぜ生贄を捧げるかっていうと、これは犠牲なんですよ、うん、その罪汚れを背負っている人間のそれを全部その牛にとか羊とかに背負ってもらうと、うん、それでこう生贄として捧げられるという、うん、これ概念としてはそのお守りなんかもそうなんですね、うん、だから神社の中で例えばお正月にそのどんと焼きに似た、ああそうですね、焼く場所があるじゃないですか、1年経ったら、ね、あれも実はルーツをたどるそういう風な性格があるんですね。なるほど、身代わりでね、身代わりになって燃やしていくという。だから生贄をやってた神社っていうとこう出雲大社とかそっち系ですか、諏訪大社とか。今でもやってるところはあるんですよ、うん、ただ儀式的に特に陰陽道系の儀式として、はい、九州なんかではね、はい、結構あって、うん、だからそれこそイノシシの生首を、ね、10個ぐらいぶら下げてこう、ね、やる一応やる神楽なんかってもあるし、うん、まあ、諏訪大社の方もかつてはやってたんですよね、はい、70何頭のその鹿の頭をね毎年こうやってね、うん、生首をこう並べてっていう。だ今は、そうですね、なんか剥製だけがね壁からニョキニョキってね、うん、ね、資料館にあります、残ってますけどね、うん、まあ、ちょっと、そんなことで身近な動物も神様につながってるってことで、次の、ね、ネタはねさらっとちょっといきたいんですけど、はい。